こんにちは、リングジャケットの半田です。本日は 2020FW の新作のスーツのご紹介をさせていただきたいなと思っております。まあもう店頭ではちらほらと秋冬物の商品並んでいってるんですけれども、まあ立ち上がりですので、スーツスタイルのご紹介をさせていただきたいなと思います。こちらのネイビー、遠目にはもう非常に無地に映ってるかと思うんですけれども、まあナンバー253リングジャケットでも定番のスタンダードのクラシックなモデルでご紹介させていただくんですけれども、生地が非常にこちら特徴的でして、透明無地なんですけれども、少しこう寄っていただくと、ほんのり織りヘリンボーンが入っております。ですのでこうちょっと陰影がこうついた時とか、こう光が当たったりすると陰影がつくのが非常に上品でいいんじゃないかなというところです。で、生地自体はスーパー140という非常にファインな原料を使っておりますので、すごくタッチも柔らかで、非常にこうウール本来の非常に綺麗な光沢感で、リングジャケットのこの柔らかな仕立てと相まって、非常に軽い着心地を体感していただけるかなと思います。男性、スーツを着るお仕事の方でワードローブに基本的にはネイビーのスーツってお持ちの方大半だと思うんですけれども、やはり毎日着てる中で非常に柔らかかったりですとか、着心地がいいものっていうのは自然にこう手が伸びるんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度店頭でこのあたりは生地も含めて着心地を確かめていただきたいなと思います。で、コーディネートのポイントなんですけれども、秋冬の立ち上がりっていうところで、9月10月ぐらいから本格的にはお召しいただけるような素材感にはなるんですけれども、少しこうトーンの落ち着いた、グリーンのネクタイを、胸元に持ってきております。あくまでもビジネスシーンで、悪目立ちしないところっていうところを意識してコーディネート してみました。で、なぜグリーンのネクタイを刺したかっていうと、いろいろ昨今こういうスーツ、我々のこうクロージング業界でも、トレンドの差し色のカラーとしてグリーンという提案、生地であったりとか、ネクタイもそうなんですけれども、少しこうグリーンというのをこういう、差し色で使うというところも非常に流れとしては来ておりますので、あまり手元にお持ちでない方っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、このあたりちょっとグリーンというのを差し色にしていただくと、また少しこう V ゾーン、新鮮に見えるような感じになると思いますので、そのあたりもぜひお試しいただけたらなと思っております。で、チーフなんかに関しましても、出すとよく分かるんですが、少しこう刺繍のところでグリーンが入ってます。こちらも色を合わせてるんですけれども、あまりこう全面的にグリーンのチーフっていうよりは、白をシャツの色を拾いながら少し、見えるか見えないかぐらいで、グリーンの色ネクタイを合わせてますので、統一感も出て非常にこう上品なんですけども、丸目立ちしないところっていうのを意識しておりますので、ちょっとこういう胸元にグリーンなんかも持ってきていただくのも今シーズンおすすめでございます。ぜひ秋冬どんどんスーツ、ジャケット店頭に入ってきておりますので、さまざまな、生地、リングジャケットを厳選したコレクションというのを、ぜひ、店頭の方で、体感いただければなと思っております。どうもありがとうございました。